どうも皆さんこんにちは、ケイジチャンネルです。今年後半からゲームラッシュがまた始まるんですけれども、その前に今年発売されたゲームの中で評価の高かったゲームって何だったのだろうかっていうのをちょっとおさらいしてみませんか。メタスコアの高かった順にダダダッとおさらいしてみましょう。今年一番評価が高かったゲームって皆さん何だと思います？ゼルダの伝説？そう、ゼルダの伝説って思いますよね。いや違うんですよ、これがこちらなんです。バルダーズゲート3ですね。これパソコン版でしか今発売されていなくて、なおかつ日本語版がないので、我々ちょっとお馴染み感があまりにもないかもしれませんし、なんなら日本語版は一応発売される予定なんですが、発売されたところで我々にとってお馴染みなゲームにはやっぱりなり得ないぐらいの、ちょっと海外重視なゲームではあるんですけど、このゲームがめちゃくちゃ評判高いんですよね。メタスコア96点のユーザースコア 9.2 なんですよ。これね、メディアからもユーザーからも評価が高いっていう、ガチの正真正銘神ゲーとなっております。でね、でこういう高得点取るのってだいたいレビュー数が少なかったりするんですが、メタスコア、メディアのレビュー数は56と、これ実はそんなに多い方じゃないんですよ。大型ゲームタイトルって100超えてくるの当たり前なんですけど、これ実はそんなに多くないんですが、ただユーザーレビューの数はかなり多いです。これはトリプル A タイトルとか、下手したらゼルダとかと同じぐらいのレビュー数が入ってる中で、より高いスコアを獲得しているので、マジで本物なんですよね、これ。いや、これはね、ちょっと本当にゲーム好きなら、今年日本語版発売される予定に今なってますので、スパイクチューンソフトさんが頑張ってくれましたみたいな感じだと思うんですよ。このゲームね、多分ね、会話量めちゃ多いと思うんだよね。っていう中でね、年内にローカライズ版来るって、これかなり嬉しいことだと思うんですが、ちょっと触ってみる価値めちゃくちゃあるんじゃないかなと思います。 Steam でもね、今年2番目に同時接続数が多くて80万人を超えてるんですよね。1番はホグワーツレガシーだったんですけれどもね、いやそんだけ話題なのになんでレビュー数が50ちょっとしかないんだっていう話なんですけど、多分これね、レビュー時間かかってるんだと思います。なんかその大きいメーカーのタイトルってゲームメディアに先に配るんですよね、事前に。多分そういうこともやってなかったんじゃないかなと思います。っていう中で膨大なゲームでもありますから、まあ、ゲーム発売してからレビュー始めて、まあ、ゆっくりゆっくりではありますけれども、まあ、レビューが今集まってきているというような感じになっているのではないでしょうか。でこのバルダーズゲートと同じ得点をつけてる神ゲーがまだあるんですよ。これがゼルダの伝説、ティアーズオブザキングダムなんですよ。これ納得ですよね。でレビュー数ぶっちぎりの、まあ、145レビュー入っておりまして、145のメディアがレビューして96点を確保するって、はっきり言って奇跡の産物なんですよ、これ。もう神は二物を与えましたと言わんばかりのゲームとなっております。ただですね、ユーザースコアに関すると 8.2 で、バルダーズゲートとかの方が、で、スコアが高いような形になってるんですよね。で、さらに言うと、ゼルダの伝説、ブレス・オブ・ザ・ワイルド前作に比べると、メタスコアもユーザースコアもちょっと下回っているっていう感じなんです。いやでもこれね、正直私も思うんだけど妥当ですね、それは。前作の方が、単品同士で見た時に、ブレスオブザワイルドの方が私も確かに好きってなっちゃってますね。ただし、ブレスオブザワイルドありきでこのティアーズオブザキングダムを遊ぶからこそ、ゲームのそのパワーアップしたゲームプレイだとか物語のその後っていうところにものすごく、まあ、ちょっと前作の記憶がみんなあんまりないっていうキャラクターのねそういうところもあるので、ちょっと前作やってると物足りなかったり、前作やってなくても遊べるようになってたりっていう、ちょっと若干ちぐはぐな仕様もあったりするのがやや歯がゆいところではあるんですけど、まあでもそれでもこの高得点にはもう全くもって納得。まあ、今最もゲームオブザイヤーに近いゲームなんじゃなかろうかというふうには思っております。まあこの辺まではね、皆さん十分想像のついていたところだと思いますけれども、この次あたりからじゃあどんなゲームが来るか想像つきますか。この次がね、メトロイドプライムリマスターズですね。メトロイドプライムのリマスターがこれめちゃくちゃ評価高いんですよ。しかもこれもちゃんとレビュー数多いんですよ。95レビュー入ってるんですよね。ユーザースコアも高いし、まあ、ユーザーレビューに関してはちょっと数がね、さっきのものとかよりはぐっと減ってきますけれども、いかにそのメトロイドプライムシリーズがこう熱狂的な人気であってゲーム的に素晴らしく優れていたのかっていうのを、このスコアとかが物語ってますよね。いや私メトロイドプライムシリーズって遊んだことないんですよね。あでも海外の人たちって 3D のさ FPS 視点のゲームって好きじゃないですか、ね。まあ、ドゥームしかりなんですけれども、まあメトロイドとかすごい刺さるんでしょうね。いや
これ海外だけじゃなくて日本でもやっぱり結構人気があるわけですから、まあでもとはいえちょっと海外の方が強い人気なのかなという感じはしておりますけれどもね。メトロイドドレッドがね、メトロイドシリーズで一番売れたっていう記録をね、さらに塗り替えたっていう話もあったりしますから、まあ、メトロイドプライム4がね、待ち望まれるところかと思いますけれども。でね、続きましてがこちら出ました、超高ハゲウィッチャー3なんですね。でね、今回ねレビューの高い順で上げていくにあたって、去年発売されてたゲームが違うハードで遅れて発売されましたとかっていう風に出てくるゲームはちょっとはしょらせていただいております。ただこちらは次世代基盤にアップグレードされたものとなっておりますので含めております。まあ、レビュー数自体は少ないものの、まあ、ウィッチャー3はね元々のゲームがものすごい高い評価なので、まあ、全くもって納得かなと思います。で続きましてがこちら、バイオハザード RE4。 いやこれもゲームオブザイヤー候補ですよね。もともとバイオハザード4自体は非常に人気の高いシリーズ作品となっていて、バイオハザードの路線を大きく変えて大成功を収めただけではなくて、その後のゲーム作品にいろいろと多大なる影響を与えた作品、それをリメイクするとなるとまあハードル高かったと思うんですけれども、誰もが納得のオリジナルのその良さっていうのを詰め込みつつも新しいゲームプレイ体験へと昇華してくれたっていうものすごいタイトルでしたからね。リメイクっていう枠でここまですごいのって、いや RE2 の時もリメイク枠としてはものすごかったなと思うんですけど、いや正直これもとんでもないものになってるかなと思いますよね。日本のゲームは結構ねなんかリメイクしてすごく大きく生まれ変わらせるものって多いですよね。まあ、バイオハザードだけではなくて、例えばファイナルファンタジー7のリメイクシリーズなんかもそれに当たると思うんですけれども、大きく生まれ変わるリメイクっていうのは僕は結構ね個人的に大歓迎だったりするので、これもゲームオブザイヤー候補にねすごい入ってくるんだろうななんて思っております。せや。そしてね、いやカプコンがすごいんですよ。ストリートファイター6がメタスコア92点となっております。いやただしですね、ユーザースコアに関してはちょっとそのメディアの評価と乖離が出てきてますよね。いやこれでもねオンラインで対戦したりするようなゲームだとそういう傾向若干あったりしますよね。その対戦におけるゲームバランスっていうものって評価するには結構難しいと思うんですよね。まあ、難しいがゆえに、人によって評価の仕方はかなりデコボコしてしまうという感じがあると思います。この意見が全てではないかもしれませんけど、低い評価つけてる人にモダンコントロールを入れてることを低い評価にの要因にしてる人もいたりしますね。モダンコントロールは僕賛成派ですね。より多くの人がストリートファイターの、まあ、読み合いの部分にいきなり入ってこれるので、始めたばかりの人でも対戦で白熱しやすいんですよね。今までってまずコマンドを覚えて操作を手になじませるところからスタートだったり、コンボを覚えるところからスタートだったりで、もう本当に大変だったわけですよね。新規の参入を促したそのやり方は僕はどちらかというと逆に高評価だったりするんですけれども、まあそういったところもね人によって評価の仕方が変わってくる点一面なのかなと思います。そしてね続きまして92点で、これねDLC というかエクスパンションパスなんですけれども、ゼノブレイド3のエクスパンションパスが92点と高評価を獲得しております。ユーザースコアも含めてちょっと評価数自体は少なめではあるんですけれども、 DLC でこの評価出してくるって相当すごいですよね。ゼノブレイドはね、まあ、それこそ JRPG なんていうさ枠組みにはめられてしまいそうだけど、もう世界でもめちゃくちゃ通用してる作品でもありますからね。いやっていうか私ね、なんか JRPG 議論ってあるじゃない。 JRPG っていう言葉がその嫌だっていう方もいたりね、それこそファイナルファンタジー16の吉田さんはファイナルファンタジーを JRPG っていう括りにしないでほしいっていうようななんかことを言ってたような気がするんですけど、僕はどっちかっていうと JRPG って結構その誇りある言葉であるような気がするんだよね。日本が作った RPG ってやっぱりどこからどう見てもこれ日本の RPG だよねって分かる特徴みたいなのが結構あったりするじゃないですか。それってゲームのすごい個性であり特徴であり、なんかその誇るべき文化なんじゃないかなと思ってます。まあ、確かにファイナルファンタジーはそういう意味で言うと JRPG からはちょっと逸脱してもうワールドワイドな作品にはなってきているかなっていう気はしますけれどもね。まあまあちょっと脱線しておりますので次行きましょう。ジャック・ジャンヌ、これ何って思うじゃないですか。ちょっと待ってって、これ全然わかんないと思ったんですけど、これちょっと待ってね、侮らないでください。これね、レビュー数はすごく少ないんですけれども、今回ねレビュー数少ないものをはしょらなかった理由としては、こういう今まであまり触れることがなかった作品も触れる機会があるからだと思ってレビュー数少なくてもあえてはしょらなかったんですが、これね東京グールシリーズの作者の石田水さんが世界観の設定だとかキャラクターデザインとかイラストだとかシナリオだとか全部手掛けてるっていう、過激学校青春物語なんだそうです。なんか音ゲー的なゲーム要素の一面もあったりするようなんですけれども、
いやすごいですよね、日本の漫画っていう文化の中からこうやって世界的にも高く評価されるようなゲームに関わるようになっていくって結構すごいことなんじゃないかなって思っちゃってます。びっくりしちゃいました。なんかこの手の作品が好きな方はちょっとぜひ注目してみてはいかがでしょうか。ジャックジャンヌです。そしてですね、ペルソナ4ゴールデン、これねリマスター版としてね今年発売されたっていう形ですよね。でペルソナシリーズはやっぱりすごい、まあ、さっき JRPG が世界でどうのみたいな話してましたけれども、もうペルソナのシリーズももう JRPG の世界最高峰のね、一つの作品となっておりますもんね。以前出てたもののリマスターでありながらもこれだけの高得点を獲得しつつも、やっぱこうペルソナ6ちょっとみんな待ちたいよねっていうところもありますし、メタファーもでもね、いやこうなるとね本当メタファー気になるところですよね。いや憎いよねアトラスね、なかなかペルソナ6に来ないでさね、みんなペルソナ6待ってるって分かってますよからのメタファーと、これ憎いんだこのやり方。いやすごいいいなと思って、新しい IP 出してくるのは俺すごくいいと思いますから。そして続きましてですね、ゴーストトリック、これも過去作品のリマスターという形のものが、いやちょっと待って、カプコンすごい食い込んでるよね上位に、ガンガン来てるじゃないカプコンが、昔の作品を持ってきてしてもこの高評価なわけでありますからね、カプコンがちょっとすごい。いやでもちょっと待って、昔の作品が次続きます、続きまして90点、クエイク2エンハンスドエディション。クエイクのシリーズはね、これまあドゥームみたいなゲームシリーズで結構スピード感のある FPS ゲームなんですよね。なんかねクエイクのゲームはね、私ちょっと前に PS ストアのセールでね、なんか勢い余って買っちゃってるの1本ありますね。確かそれがこれだったかな、クエイク2エンハンスドエディション。いやまだ積んでて遊んでないんですけどね、これが非常に高い評価であると。いやちょっと待って、そうなってくるとちょっと積んであるそのクエイク遊ぶの楽しみになってくるじゃねえか、アーマードコア6出る前に崩しておいた方がいいんじゃないかみたいなところありますけれども。じゃ続きましてこちら、デイブザダイバー。いやこれは今年すごい話題になってますよね。いや私の動画で触れたことは多分ほとんどない、週刊ゲームニュースかなんかで一回触れたことあるかないかぐらいだとは思うんですけれどもね、昼間は海底に潜って魚を獲得し、夜は寿司屋で寿司をさばくっていうですね、非常にですねユニークなゲームとなっておりますが、いやこれねでもね寿司とか言ってるけれども、それ以外にもねなんか日本文化にすごい精通してるなっていうのを感じさせる一面がいろいろあって、主人公のキャラがねその俗に言う日本のオタクみたいな文化に惹かれているキャラクターだったりして、なんかちょっと面白いななんて思っておりますけれどもね。なんかこれもスチームでね同時接続数10万人は届いてないけれども、すごい高い、非常に多くの同時接続数を獲得するなど今年大いに話題になっているゲームなんですよね。夏にやるとなんか涼しげでいいかもしれないですよね。面白そうなインディーゲーないかなと思ったらこれいいんじゃないでしょうかね。そして続きまして、ここからは80点台になってくるんですけれども、いや80点台もいいゲームいっぱいありますよ。89点、ハイファイラッシュ。これあれですよ、タンゴゲームワークスのゲームでゴーストワイヤー東京作ったね、あのあれあれ、これこれエガちゃんじゃね、これリズムとアクションが融合したゲームとなっておりますね。しかもこれね、あの発表された当時もすごい話題作りうまいゲームになっていて、発表されると同時にプレイ可能になっていたんですよね。しかもゲームパス対応だったんで、いきなり遊ぶことができたっていうんで、ブワッと一気にね、ユーザーが増えたっていうゲームとなっております。しかも評価高し。タンゴゲームワークスさん、すごい、なんか、ね、触れ幅すごいですよね。ゴーストワイヤー東京みたいなの来たかと思ったら、ハイファイラッシュみたいな路線になったりして、こうなってくると次じゃあどんなの出してくるんだろうかっていうワクワクが出てきますよね。まあ、そういった感じで次の作品につながるような楽しみとかっていうのも感じさせてくれるようなやり方でしたよね。そして、デッドスペース、これはリメイク作品として出た、スペース最高ホラーゲームとなっておりますね。いや それこそさっきバイオハザード4がいろんなゲームに影響を与えたなんて言ったじゃないですか。これもまさにその一つですよね。そうだからバイオハザード4自体もリメイクされてるし、バイオハザード4に影響を受けて作られたゲームもリメイクされるっていう、ちょっとねそのホラーゲームに熱い年だったといえば熱い年だったんですよね。私もこれねプレイして、いや非常にね、いやでもバイオハザード4とはまた全然違った路線のね、どっちかっていうとパシュンパシュンっていう打ち合いとかがかなり白熱する感じだなと思いました。いや待って、打ち合いが白熱するのはバイオハザード4もそうじゃん。ホラーのあり方っていうところがこのゲームかなり違いましたもんね。私ゲーム実況出してますので、まあ、ぜひちょっと気になる方は見てみてください。ちょっとグロすぎるんで CS 機では発売されておりません、日本では。Steam ではでも発売普通にされておりますので、日本語字幕とかもありますのでね、プレイしてみてはいかがでしょうか。結構おすすめ。いや、おすすめだけどどうだろうね。どうだろうな。冷静になって考えてみると、
ゲームシーンの絵面はそんなにね結構ずっと同じなんですよ。宇宙船の中での出来事なので結構長いこと同じ絵面が続き続けるのと、その辺に落ちてる人間の死体を踏んで粉々にしておかないとねちょっと怖いことが起きるみたいなね、ちょっと好み分かれるゲームでもあるのかななんていう気がします。いやでもその好みの分かれるゲームがこれだけ高い点取るっていうことはゲームとしてのクオリティの高さっていうのを物語ってるんじゃないかと思います。本来であればものすごくマニアックなゲーム作品だと思いますからね。そうだからゲーム好きな人ってやっぱりこういうとこをねなんか食いついていくところがいいっすよねいやいいっすよねってなんだよくわかんないんですけど。さあ続きまして、ディアブロ4、こちらも今年の話題作ですよね。メタスコア88点。いやちょっと待って、みんなものすごく気になってますよね。ユーザースコア 1.6 ですやんみたいになってますよね。え、これクソゲーなんじゃないの、これクソゲーなんじゃないのって思っちゃうよね。いや違う違う、違いますよ。いやディアブロ4自体は間違いなく面白いゲームだと思います。ただこれはね、これなんでこんなことになってんだろうね。ゲームバランスにおけるパッチとかで、ちょっと物議を醸した瞬間があったりして、まあ、そういう時に0点のスコアレビューがババッとついちゃったりするとか、そういうことでみたいです。いやそれこそディアブロはもう長期間にわたって遊び続けるゲームでありますから、でなおかつねフルプライスのゲームでありながらもゲーム内での課金があったりもするようなゲームなので、やっぱりユーザーの目線はかなりシビアなんだと思います。故にゲームがちょっと遊びにくくなるバランス設定、いや例えばそのとあるキャラが強すぎるからその下方修正するとかっていうところも、やっぱり自分が使ってるキャラが弱くなってしまうのってやっぱ嫌じゃないですか。なので、まあ、パッチが当たるたびにちょっと誰かがやっぱり不満な気持ちを出してしまうような形にはなったりするんだろうなと思いますけれども、まあ、もちろんそのゲームバランスのところ以外でも、まあ、様々な評価が下されてのこの 1.6 ではあるとは思うんですけれども、まあ、概ねそのメディアのレビューとユーザーのレビューで大きな差が生まれてる時って何かしらの原因があったりするもんです。非常に難しいで、いや私結構ディアブロ4はそのゲームオブザイヤー争いに食い込むかなと思ってたんだけど、こういう形になってくると食い込みにくいかな。果たしてどうなってくるんでしょうか。そして続きまして87点、ファイナルファンタジー16。メディアの評価もユーザーの評価も程よく高いという優等生ゲームとなっておりますね。メタクリティックは日本での評価というよりは海外での評価が多かったりもしますので、いや日本から生まれたファイナルファンタジーがこうやって海外で高い評価を得られるようになってるのってなんかちょっと感慨深いものがありますよね。全体のレビュー傾向というかバランスを見てみてもなんかすごい優等生っぷりがうかがえますよね。いやそれこそ私ね結構ツイッター、まあ、ツイッターじゃないかも、 X って言ってみんな通じるのか分かんないんだけど、 X でファイナルファンタジー16のつぶやきとか検索して見てみたりするんですよ。みんな今どんなことしてんのかなとか言って、で今発売からもう2ヶ月近くが経ったこの現在でもすげえたくさんの人がファイナルファンタジー16のつぶやきしてんのよね。まあ、なんだかんだで PS5 では日本では一番売れてるゲームだったりしますので、まあ、今年のね日本での PS5 の一番存在感の高いゲームになっているななんていう気がしております。アクションに生まれ変わったファイナルファンタジーが高い評価を得ております。で続きまして次もファイナルファンタジーなんですね。87点、シアトリズムファイナルバーライン。いやこれ結構いいゲー、いやこれいいゲームというか、まあ、音ゲーなんですけれどもね、音ゲーなんですけれども、ファイナルファンタジーのミュージック BGM が好きであればこれはいいゲームになってしまうんですよね。まあおのずとキャラクターのデザインとかっていうところが好き嫌いとかっていうね、このゲームで表現されてるキャラクターのデザインの好き嫌いとかがあるとかっていうのはひょっとしたらあるかもしれませんけど、そういうのを抜いてしまえば、まあ、BGM を元にした楽しみっていうのは非常にありますのでね、まあ、個人的にはなんかアップデというか追加コンテンツとかで16とかも来てほしいなとかってちょっと思ったりしますもんね。16の BGM めちゃめちゃ良かったですからね。ファイナルバーラインも非常に高い、点を、ゲットしております。そして続きまして87点、ピクミン4。うわこれは強いですね。これもですねレビュー数も高いですしユーザースコアも 9.0 ですよ。ユーザースコア 9.0 って今まで見てきた中でバルダーズゲートの次に高いんじゃないかな。メディアの評価よりもユーザーの評価の方が厳しめにつく傾向がある中でユーザースコアの方が高くなってるっていうのはこれすごいですよ。今まで見てきたゲームの中でこれピクミンだけが唯一そうなんで、本当の意味でユーザーの心を掴んでるゲーム何って言われたらこれなのかもしれないですよね。遊びやすく面白い、それでいてゲームとしての歯応えもありますし、
でピクミンもめちゃめちゃ可愛いじゃないですか。その可愛いピクミンが食われていくっていうそのジレンマみたいなところもゲーム遊ぶ上でいやピクミン死なせたくないっていう気持ちが湧き立つからこそゲームプレイに力が入るっていうそのリアルとそのゲーム世界との往復がうまくできてるなって僕思うんですよね。でゲームストーリーでそれやってくるのは結構あるんですよ。そのラストオブアスだとか、まあ、ファイナルファンタジーなんか僕も結構引きつけられてゲームやっちゃう方であったりするんですけども、ピクミンはストーリーで引きつけるんじゃなくてそのゲームプレイで引きつける、ね、ピクミン死なせたくないっていう思いで引きつけるっていう、ちょっとそのゲームのあり方としてはもう芸術クラスだななんていう風にちょっと感じちゃったりもします。ピクミン。で続きまして87点、ブラスフェマス2。これドットで 2D の、まあ、メトロイドバニア系でダークファンタジーの世界観っていう、なんか私の好きなものがすごいギュッと詰まってるね、あの 2D のゲームなんですけれども、まだ出たばっかりでユーザースコアとかちょっと投稿されてないんですけれども、あのユーザースコアはね発売してから何日間か経たないとあの投稿できなかったりするんで、ただメディアからの評価高めですね。いやこれ今言った通り私の好きな要素ギュッと詰まってるので前作とかね遊んだんですよね。ちょっと結構歯応えのゲームでした。でこれ前作のねメタスコアがちょっとね探しても今出てこないんですよ。なので何点だったかちょっとわからないっていう形なんですが、2作目にして高評価を得るようになっております。まあ、前作も高評価だったらごめんねなんだけど、遊ぼうかなこれ。続きまして86点、オクトパストラベラー2。これはねオクトパストラベラーって意外とあれなんだ、レビュー数35なんですよ。レビュー結構少なめですね。あやっぱり 2D のこういう単性の RPG ってちょっと海外ではあまり注目されにくいんですかね。これでもオクトパストラベラー2結構売れてまして評判も上々ですよね。まあ、評判も上々っていうところに関してはこのメタスコアとかユーザースコアを見ていただくと分かると思うんですけれどもね。やっぱりこうやってみるとでも単性の RPG っていうところ自体が、まあ、世界的にはやっぱりあんまりこう待ち望まれてない感じなんでしょうかね。それこそなんかファイナルファンタジー16が出てやっぱり単性がいいっていう声とかも結構あったりする中で、単性ってどれだけこう世界的に見てビジネスチャンスとしてこうあり得るのかなって考えた時にちょっとやっぱり少ないのかな、どうなんだろう。これドットだからなのかな、 2DHD だからなのかな。例えばその超美麗グラフィックで単性の RPG のゲームとして作った場合また評価変わってくるのかな。いやどうなんだろうね、それを試すのはでも結構な賭けだよね。それでも試せるのスクエニさんしかいないぞスクエニさんしかいないぞそれ試せるの。やってみてはいかがでしょうか。さてすげえ長いこと喋ってるような気がするんですよ。これ以上紹介し続けるとなんか動画編集大変なんで、まあ、なんとなく今年の、高得点寄りなゲームの感じ見て取れましたよね。この後ねそれ以外にもちょっと細かくお話しするのを避けますけれども、今年出た完全に新しいゲームタイトルっていう意味合いで言っていくと、あスペースフォージアンバウンドだとかオクセンフリー2 俺なんで今2のこと2って言ったんだよね。オクセンフリー2とかインディーのゲームですけどね。あとねパラノマサイト本庄七不思議、これ結構評価高いんすよね。日本でも面白いって言ってる人結構多かったもんね。があったり、スターウォーズジェダイサバイバーも85点で高得点なんですよね。あとヒューマニティも85点で高得点ですし、ホグワーツレガシーも85点の高得点出してますし、なんとライザのアトリエ3も85点の高得点なんですよね。いや、得点の高いゲームはたくさんあるんですよ、今年。いや、マジで今年ね、2023年ゴールデンイヤーだと思ってます、私。ゴールデンイヤー。ね。で、これで終わりじゃないんだよ。この後もゴールデンゲームがパパパパパパッと来るんですよね。スターフィールドなんてマジで何点取っちゃうんだろうかっていうところすごいドキドキしてますし、アーマードコアも高得点取りそうだなっていう予感がしておりますね。まあなんていうね、この先の楽しみなゲームもありますけれども、ちょっと一旦振り返ってみました。今年発売されたゲームたちの評価ってどんな感じだったんだろうか、でまとめてみていただけたので、なんとなく振り返りのとして、ね、使っていただければと思います。はい、以上ですいや今日はなんか、ね、のんびり過ごしてたから、のんびりした動画になっちゃってすいませんでした、本当にね。はい、ほんじゃね。